進撃の巨人で最後ら辺で敵が味方になったり、味方が敵になったりして殺し合ったりしてますが、なぜですか？あと簡単に勢力図的なやつとそのグループの代表的な人たちを教えてください。エレンたちが生まれ育ったところはパラディ島という島でした。パラディ島の壁内人類は悪魔というのが世界共通認識です。パラディ島民 VS 世界という構図になっています。エレンは世界中が攻めてくる前に始祖の地から座標を手に入れ、壁に埋まっている何万もいる巨人を操ることに成功します。そして世界を踏み潰す宣言をします。これにより壁外に故郷を持つライナーたちは困ります。ミカサたちはエレンにこんな非道なことをしてほしくなく、エレンを止めるためにライナーたちと手を組みます。エレンを止めたい人たちは、ハンジ、リヴァイ、ミカサ、アルミン、ジャン、コニー、ライナー、アニ、ピーク、マガト、ガビ、パルコ、オニャンコポン、キヨミなどです。エレンのやり方に賛成なのはフロックたちパラディ島民のほとんどです。オニャンコポンって神様じゃないんですか？オニャンコポンというキャラがいます。神様の名前からつけたようですね。でも普通の人間です。下ネタ言っていいですか？オニャンコポンのおっちょこぽん。ありがとうございます。